どうも、かずきです。ドラゴンズドグマ2実況やっていきます。今回はジョーとベルンワースに行きます。で、その道中の尺が動画の半分くらいあるかもしれません。でもね、レギュラーのあいつが出てくるんで、それで勘弁してください。では、どうぞ。明治先に行かせ、ベルムント北方、関所。装備をどうにかしたいんですよ、この。くれへんかな。俺。議会の議事を読んだのだが来ていないな。はあ。何かあったのかもしれん。先に進もう。はあ。脇の八重地。まあ、八重はさしてくれませんよね。星果物。素材となるものを入手しました。ああ、偉い。ありがとうございます。組み合わせによって異なるものに変化します。知ってます。これなんだ。簡素な野営具一式。ああ、これ、倉庫から持ってきました。実は。アイテムに入ってます。で、意外と重いんですよね。重量制限があって、このゲーム。今、ミディアムやねんけど、あんまりミディアムで止めときたいんだが。何言ってんだ。おーおーおー、揺れすぎ揺れすぎ。あっ。お、すごい。星5。この、ドラゴンズドグマ2もあれなの。コントがあるの。岩が転がってくるの、もうこれ。マジであれやな。前作と似てる。で、あのゴブリンね。さあ、どんどん行きましょう。必勝。はい、もうキックでやります、キックで。これは、なんでもないか。キック。いや、撃てよってね。各社様のお力になる。すいません、間違えました。こいつなんでこんなギトギトなの。このポーンめっちゃギトギトやねんけど。水にでも落ちたか。後に役立つ時があるでしょう。行くぞ行くぞ。ゴブリン。ええ、痛い痛い。あ、つかんでつかんで。え、回復魔法を行います。相変わらずリンチだ。レベルアップ。うい、氷の角。なんかこうあれなの、段差をつかむとこう、あ、そういうわけじゃないんや。勝手にこう自分で登るんや。へえ。えらいな。これでは牛車も通れんな。しかしこの先に行けば合流できるやもしれん。そんなにやろ。遠。そんなでかいの？ギッシャは。はい、軽減値軽減値。はい、ストンプストンプ。で、ハーピーがおるんですね。ハーピーはちょっと蹴りじゃ無理なんで、弓を撃ちます。これなんであの構えたらもうあれなの？構えたらカスタムスキル使うしかないんか。連なり打ち。魔物だまり。ちょっと、あれやね。ボタンの設定も変えんといかんわ。だからもう X で、はい。X でこの普通の攻撃ボタンで、施設なら連打するしかないな。
羽ください。完璧な連携でしたよ、各社様。パン。よし。このなんか、とぼとぼ歩いてんのなんか、おもろいよな。うい、薬草を。何でも拾っていきましょう。何これ。セイレン草？なんか立派な。そうでもないか。煙が上がってますね。うい、薬草。草いっぱいあるよね。キングローリエとかあるんかな、今回も。おいしょ。遊んでたらあかんぞ。水辺やな。お？お？出た！もう大型モンスターな、な、戦ってんぞ。足ペチペチやってんぞ。サイクロプス出た！お前変わってないな、お前も。変わってねえな。ちょっと。いや、おーおーおー、そんなんもできるようになったんや。拾うんかい。牙折れた？牙折れた？懐かし、あ、懐かしんでる場合じゃなかった。さあもうちょっとや。お、切れゲージはないんやんな。はいはいはい。はい、ドガーで、ここをリンチするのがこのゲームのあれやな、醍醐味というか、敵にダウンを取らせて追撃って。全然食らってね。しかもなんかフル傷あるし、このサイクロプトン。うわぁ、スタミナがない、スタミナがない。はい、すいません。追ってんね。まあ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 、勝てるやろ。俺危ない危ない危ない。もう回避行動がないんやから。そう考えるとね、シーフの方がいいかもしれないですね。まあでもこのゲームは遠距離が絶対強いから、俺は絶対に。水流、一定時間継続ダメージを被る。特定攻撃でダメージを受けやすくなる。何らかの不利な状況を継続すること、状態異常と言います。各社方面は今発生することになります。これこれ、助けてくれて礼を言う。どうやらお前は信用できるやつのようだ。どうなってんだ。正直よくいる偽各社の一人かと疑っている部分もあったんだが、動きがシンクロしてるぞ。この様子ならこれもあれか、不尊な輩ではなさ、訓練の賜物か。これを持っていくといい。城都の入り口を守る衛兵にそれを渡せ。はい、警備長のベルント殿につなげてくれるはずだ。城都にはいつ来てくれても構わない。無論このまま同行してくれても構わないよな。いや、行くしかないやろ。気分のいいものではないだろう。いやいや、行くって行くしかないやん。なんか落ちてないかな。あのサイクロプスね、捕まったりとかやればよかったんですけど。ああ、死んでるわ。我々みんな違う職ですよ。お気づきでしょうが、
互いに得意とする能力は違いますから。器用貧乏にならないよう気をつけてください。難しい言葉知ってますね、器用貧乏。はい、サイクロプスでした、ありがとう。いやー、列車が到着したようだ。遅い。行きましょう。一緒に譲渡に行く。いいだろう。では牛車に乗ってくれ。はい。牛車に乗るって。うまく使えば旅が楽になりますよ。でももう普通に乗っていいの？運行しませんから、昼の移動に限りですが。おう。え、リムストーンって修復すんのにいらんの？リム払わんでいいの？黒樹島で俺は何を学んだよ。目覚ましの粉薬、粉薬。乗りましょうか。カズはどこ行くの？あ、座る。はい。シーフとの共闘がしばらくありませんよね。考えなしに暴れ回るだけならいりませんが。え？ずっとこれ？立ち上がる、目を閉じる。目を閉じる。もう。ゴブリンだ。すまんが手伝ってくれ。ですよね。うい。オッケー、ワイのジョブランクアップ。どうにか撃退したな。すまない、助かったよ。譲渡まではもうすぐだが、このまま一緒に行くか。いや、行くしかねえだろ。わかった。では牛車に乗ってくれ。目を閉じるってやったらなんかある程度進んでくれんのかな。座る。翌朝。え？急やな。お、到着したな。ベルムワース。ベルムント国譲渡。グランソ連じゃないんですね。さっきの最初のやつやん。貴様のことは報告を受けている。各社を語っているそうだな。警備長殿、この者がリムを通じて脅迫の民を呼び出したのは孫うことなき事実です。そうですよ。私も最初は疑っておりましたが、ただの偽物とは訳が違うような。悪い奴ではありません。道中も俺たちを助けてくれました。この世の大いなる断りに定められる通り、各社たる者は世界にただ一人。こいつもオンラインやってないな。それは今現在王宮におられる。もうできへんけどな。その人に他ならぬ。この者が王を語る不届き者であることに何の疑いの余地もあるまい。まずは取り調べを行う。逃げようなどとは思わぬこと。マジかよ。私が取り調べを行う。お前たちは外で見張っていろ。お手柔らかに。何卒ご容赦を、陛下。マジかよ。しかしながら、え？皇帝が陛下の存在を知れば、また恩義が危うくなります。表向きに、偽物として扱うよりございませんでした。どうかご理解のほど。の割にはめっちゃ腕組んでんな、お前。どのような意味か聞く。やはり記憶を失っていらっしゃるのですね。うん。ならば、まずは状況を説明いたしましょう。こう来て。あなたはまさしく、このベルムントにようやく現れた各社王その人に相違ありません。先日メルベ村で竜に遭遇し、あなたは各社となられた。
はあ、それにより長らく摂政公の治世が続いた我が国にようやく真の王が現れたと民も歓喜しました。しかしそれを心よく思わぬ者もいたのです。それがあのお姫様ホーキー。特にコーキディーサなどは各社王の現れる以前、全摂政公存命の時からディーサはまるで女王のように振る舞い、王宮を意のままに操っておりました。その全摂政公が見まかられ、ご子息が摂政公の座を継ぐことを誰も疑っていなかったあの日、各社出現の知らせが城に届いたのです。うん、ディーサにしてみれば陛下の存在は一族繁栄の障害でしかなかったことは明白でした。めっちゃキレてんじゃねえかよ。とはいえ各社たる陛下を暗殺することなど人の手には不可能な所業。そこでディーサはまだ傷も癒えきらぬ陛下の身柄をさらい、呪いで記憶を奪った上で奴隷としてバタルに売り渡したのです。なるほど。そして陛下の身代わりを用意し、そのものを各社王としました。女王の意のままになる人形というわけです。ですがこうして本物の陛下がお戻りになった以上、ディーサを野放しにはいたしません。私の方でいくつか策を用意いたします。詳しい話は夜の酒場でいたしましょう。別に王座は興味ないんやけどな。この世界を冒険してね。おい、この者の権威は晴れた。この先は自由市民として保証するように。分かったな。やった、いいやつ。そうや、滅びの村より終了、実績も解除。王城の都、何をすればいいんだ。次は、次は夜に坂、なんて読む、主邸明城の雫に行き、ベルントから話を聞く。おーい、夜にね。ごめんなさい、ちょっと急いでて。どう見て歩いてんだお前。待ち上がれこの野郎。お、おいお前、帽子をかぶったガキを見なかったか。さあどうする。嘘をつく。事実を伝える。じゃあ嘘をつきます。そうか、すまんな。クソガキめ、絶対に捕まえてやる。恩は売っとかなあかんからな。ありがとう、助かったよ。君いい人だね。あのさ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。時間はあるかな。このそっちだ。ごめん、今は無理みたいだ。今度会った時に話すね。それじゃ。よし、恩を売っといてよかった。で、夜の酒場でベルントと話すやな。何これ。一昼夜冒険を共にする。少年の逃亡を手伝った。竜の行動はもうあれですね。復活アイテムね。存じております。さあ、冒険の始まりや。こっからやな。はしごか。使えそうですね。あれ、あなた、確かメルベ村で。出た、小じき。あの時はありがとう。とっても助かったわ。ここで恩を売っといてよかったってなるんか、なるんか。それだけそれだけ。ちょっと。あんた、ひょっとして、メルベ村で、うちの孫に眼浴を分けてくれた人じゃないかい。そうやぞ、ハゲ。やっぱりそうか。世話になっちまったな。孫は、まるで大冒険をしたみたいに、その話ばっかりしてるよ。一応叱ったんだが、まるで聞いちゃいない。いつも無茶ばっかりしやがるんだから、まったく。お礼と言っちゃなんだが、あんたには割引してやるよ。いくらでも買って言ってくれ。割引なんだ。これもらってくれたら嬉しいな。何？スペシャリティはポーンだけが身につける。独特の特技と称する能力。
ペシャリティ仲間治癒。さあ、もう夜にね、なりました。星も出てます。ので、ちょっと、こっち行きましょう。なんか、すぐに夜になったけど。酒場に行けばいいんやな。酒場、酒場。ここでいいんかな。ここやね。明星の雫。で、こいつか？こいつじゃん。これは陛下。お呼びしようと思っていたところでした。陛下って言うな。内密の話ゆえ、人目を避けましょう。危ないやろ。どうか、こちらまで。はい、行くぞ行くぞ。おお、え大丈夫？だからここなの？先日もお伝えした通り、そんなに変わらん場所。後期に貸し付くもので溢れております。はい、後期が陛下の方を偽各社と断ずれば、その言いなりになるものは多いでしょう。陛下が本物であることを証明するには、即位の宴を利用するのが良いでしょう。ほう、王宮にいる各社を、つまり偽各社の療養のために延期されていた即位の祝宴です。その場なら主だった王宮関係者は全て揃います。そこで陛下の力を見せつけるのです。ほう、そうすれば陛下こそが真の各社だと皆も理解するはず。しかし祝宴ともなれば、誰でも出入りできるわけではありません。招待を受けるのは貴族やベルムントに貢献した一般市民に限られます。陛下にはそのためにいくつかのなしていただきたいことがあります。そこはあなたのコネでなんとかならないんですか。魔物討伐について、いくつか市民より我ら警備兵に討伐の依頼を受けています。それを一民が討伐したとなれば十分な貢献と言えましょう。どうでしょう、この計画にご協力いただけますか。はい、こちらで昨今問題になっている場所を3つほど確認しました。まずはベルンワース北西にあるトレボ鉱山、こちらはゴブリンが大量発生しているとの報告がありました。次にゴブリンね、ベルンワースから西にあるハーブ村、リザードマンの討伐に部隊が繰り出されているそうです。リザードちゃん。そしてベルムントの東端、橋を2つほど越えた先、こちらでは行方不明の輸送部隊を探してほしいとのことです。魔物を倒しに向かいましょう。なるほど。我々ならどんな問題にも立ち向かえる、そう信じています。なんなんだ。あ、終了ね。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう、うん、で、これ多分全部やった方がいいですよね。これはかなり危険な任務になりますが、王宮に潜入し戦王妃リーサの習文を集めていただきたいのです。無論私の方でも情報を集めようとはしておりますが、リーサはなかなか尻尾をつかませません。陛下ご自身にお頼みするのは心苦しいのですが、私も立場あるに下手に動くわけにはいかないのです。いかがでしょう陛下、お引き受けいただけますか。へい。真夜中から明け方にかけて、真夜中から明け方にかけて鍵を開けさせます。はい、何か怪しいものがないか調査いただければと思います。王妃の執務室に行かなかったね。間違えた。陛下が各社として名を立てられるよう、でもう一個や、法務官の行方について。先王妃の支配下にある王宮関係者の中に一人だけ確実に陛下の協力者となるであろう人物がおります。法務官のバルデマル殿です。先王妃リーサは自らの利益のために、うん、幾度となく法典の改正をバルデマル殿に要求しておりました。しかし法のみに忠実なバルデマル殿はそれを拒み、現在は王宮の地下牢に幽閉されております。法に照らし合わせれば陛下こそが王となるべき人物、法に従うことを最善とするバルデマル殿ならば必ずや陛下の支援者となってくれるでしょう。どうでしょう、なってくれるといいけどよ。ご協力いただけますか。引き受けよう。地下牢への侵入方法はこちらで用意いたしました。まずは
これをお預かりください。今回のことはあくまで極秘の任務。牢獄の共通鍵。それゆえどうかお気をつけくださいますよ。ことが露見し、これ陛下が罪に問われたとて、私は何の手助けもできぬこととなるでしょう。これまたあれやな、牢獄に囚われるんやな、この中に入ったら。でもどうなんかな、まだ中に入られへんのちゃうのこれ。あら、あなた。そうでもない。ちょっといいかしら、私の直感が告げてるわ。ミルドレッド、あなたなら信用しても良さそうね。実はね、1週間ほど家を留守にしなきゃいけないの。その間代わりに住んでくれる人を探してるのよ。形式上マジかよ、住んではいるってことにしときたくてね。別に家に閉じこもってる必要もないし、掃除の必要もないわ。ほう。いつでも立ち寄れる、ちょっとした別荘くらいに思ってくれればいいからね。悪くない話でしょ。だったら地図に目印をつけておくわね。なんだこいつ、ミルドレッドに言われた場所に向かう。もうやることいっぱいあるんやが、やることいっぱいなんやが。